はいどうも、アシロチャンネルです。本日は先日チームの先輩がですね、新しいグラブをオーダーしたということで、ぜひ片付けを、そして動画にしても OK ってことだったんで、今日はやっていこうと思います。オーダーしたのがこちらの水のプロの軟式グラブになります。で、ちょっと普通のとは、まあ、違うって言ったらあれですけど、ちょっと紹介したいポイントがあったので、今回開封と紹介と片付けをしていこうかなというふうに思います。早速ですが、今回注文したグラブがこちらになります。カラーはオレンジで、こんな感じです。水のプロの坂本選手型の 5mm カットのグラブになります。で、まず一つ目は、まあ、今ダイバーシティあるんですけど、この方はこっちの金ロゴの方がいいということで、ダイバーシティにはせずにこの普通の金ロゴにしたっていうのと、坂本選手型は、まあ、皆さんはめたことがある人多いと思うんですが、 5mm カットなんですよね。補給面がこんな感じとは言われても、まあ、なかなか分かんないと思うんで、普通のサイズ9とどのくらい違うのかお見せします。はい、サイズ比較こんな感じです。9、8、まあ、指の長さが短くなるので、個人的にはこっちの方がやっぱセカンドショートは使いやすいかなっていう、ちょっと坂本選手型は一般的な大きさで、ちょっと自分が使うには大きいかなって気がするので、お店ではめて坂本選手型でかいなっていう選手はこの 5mm カットもいいんじゃないかなというふうに思います。で、今日はこれを片付けなんですけど、これ順巻きのものを逆巻きにして、坂本選手っぽくないこの右側広い系で片付けをしてほしい、そして水もみってことだったんで、本日やっていこうと思います。ではまずこっちを逆巻きにしてもらってから、水に入れてやっていきます。では行きましょう。はい、というわけで今こちらをですね、順巻きから逆巻きに変えていただきまして、親指がこうちょっと下がってですね、こっち側が広くなりました。早速水準備してあるんで入れていくんですけど、片付けは自分が使ってる GS のような感じでお願いしますって感じだったんで、こっち側をしっかり使えるようにするのと、浅すぎず軟式があぶれないように作っていきます。ではタグ切ってやっていきます。今の硬さこのくらいです。普通に握ってこのくらいです。まあ、全然硬いしポケットもできてないって感じですね。なんなら軟式でこの皮くるならオレンジかなりいいと思います。入れていきます。では早速揉んでいきます。はい、では早速揉んでいきます。坂本選手風にするには土手あんまほぐさない方がいいんですけど、これはほぐしでいいって感じだったんでほぐします。で、結構すぐ使えるような感じ、まあ、軟式でキャッチボールいけるぐらいにしてくれって感じだったので、まあ、ある程度普通にほぐしていいかなっていう感じですね。では続きまして小指やっていきます。でも本当に水プロ、前回も水もみしましたけど、吸い込み良くて形は普通につけやすいと思います。お湯よりかは自分は水タイプですね。お湯はやっぱちょっと油分抜けちゃう気がするので、かといってスチームだとキャッチボールするのもちょっと厳しいかなっていう感じなんで、最近は水もみとかぬるま湯推しです。はい、そうしましたら次3本つけていきます。ヘリ革から追って体重かけていきます。ちなみに浸透具合はこんな感じですね。しっかり吸ってるので形も今かなりつきやすくなってます。では続いて手を入れて、もう一度手に合わせて作っていきます。で、小指で、この時にいつも言ってるんですけど、この背面からしっかり揉むことによってこっち側の指がついてくるようになるので、ただこう内側だけを揉むんじゃなくて、こっちの背面からしっかり揉んであげることが開閉をしやすくするためのポイントかなというふうに思います。まあ、人間の手も一緒だと思うんですけど、こっち側だけほぐしても背面がついてきてこういう動きをするんで、しっかり背面から動かすのを意識しております。ではちょっとウェブをほぐします。で、ウェブをほぐしたらこの下も、ここの連動性ですね。はい、で少し形を整えて、今の現状こんな感じです。開閉はできるようになったんですけど、ポケットはまだ何もついてなくて、補給面の浮きもなしと。さすがにでも水プロのオレンジとなると革質が安定してますね。雰囲気的にはオーダーの方がやっぱり定番のオレンジよりも自分はしっとりしてて扱いやすい気はするんですよね。なんか定番のはもうちょっとパリッとしてる雰囲気あるんですけど、まあ皮もちょっと違いがあるかもしれません。
で、今補給面がこういう感じでシワが伸びている状態なので、そしたらボールを入れて体重かけていきます。でですね、片付けといったら自分とゴリスポの動画で必ず最近出てくるのがこのガラスのドラゴンボール、片付けに最適で、まあ、重くてパシパシするとちょっとリスナップも鍛えられるのはあるんですけど、なんと視聴者さんから7個8個か使ってくださいということでいただきました。これはですね、また来月とかプレゼント企画に出しても OK らしいんで、まあ、何個かは出したいなというふうに思ってます。これ多分普通に買うと9000円とかするんですよ。8000円とか9000円とかで、単品で買うと1200、300円した気がするので、社内検討です。やっていきます。ではまず奥ポケットから。でもオレンジ本当に馴染みいいですね、冗談抜きで。でちょっとこっち側もで馴染ませていくと、まあ、これドラゴンボールさっきも話しましたけど、ポケットの形ができるっていうのと、あとこの補給面の浮きをなくすのにちょうどいいんですよね。何も挟まないで体重かけるとやっぱどうしても潰れやすいんですけど、これ挟んどけばいくら体重かけても潰れないんで、ポケットがつけやすい。まあ、M 級とかでもいいんですけど、こっちの方が重さがあるんで、このままこうやってできるんですよね。そうすると重さで形も M 級でもつくんで、あと普通にこのスナップが鍛えられます。では少しこっち側を広げます。はい、で今叩いて揉んでを繰り返しまして、こんな感じになりました。まあ今ちょっと水分吸って重いんですけど、ここから乾燥させます。で多分この色はもう全く乾かしてもゆじみ出ないと思うんで、普通に扇風機で陰干しで乾かしておいて、まあこの感じだったらもう 2,3 日で乾くと思うんですけど、多分自分が次お店来るのがちょっと空いちゃうと思うんで、乾燥させて置いといてもらいます。はい、かなりいいですね。この薬指下の空間もできましたし、この広さも取れてるのでかなり仕上がりはいいと思います。こっちもいけるし、こっちもいけるって。で浅くも使えると。ではまた数日間乾かしてオイル塗って完成させます。では数日後へどうぞ。はい、というわけであれから数日経ちまして、グラブが乾いてオイルを塗り終わりました。かなりですね、まあイメージ通りというか、自分がこんな形にしたいなっていうのが再現できまして、薬指下使えるようになって、この逆巻きもしっかり決まってですね、形はこんな形になりました。ポケットとしてはまずこのウェブ下が一つと、あとはまあゴロとかこっち側で取っていくとですね、広さも使えてかなり使いやすいんじゃないかなというふうに思います。基本的に深すぎはしないんですけど、しっかりま掴めるということで、こんな感じの形になっております。補給面もしっかりとこう浮きがなくですね作れたので、明日明後日かなお渡しになるんですけど、持っていこうかなというふうに思います。というわけで本日はこちらの水のプロの、オーダーグラブの水もみ片付けを行いました。坂本選手型のサイズ8ということで、1個サイズを落として逆巻きでこう広く使えるようにポケットを作りましたので、このような要望またありましたらやっていこうかなというふうに思います。最近水野は結構イメージ通りに片付けができるようになってきたんで、坂本選手のようなこの奥でこう小指から巻き込んでくる握りと、あとこのいつも自分が使っているような呼吸面の広さを生かしたこういう形もですね、うまく混ぜながらやっていこうかなというふうに思います。そんな感じでまた面白いグローブとありましたら紹介していきます。それでは今日の社長の以上です。よいしょ。そして10月のプレゼント企画はこちら、 GS 秋冬ウェアのセットを2名様にプレゼントします。 GS レインボーパーカーと GS スウェットになっております。サイズとカラーを選択できる状態で、パーカーの手首には好きな番号を刺繍できるシステムになっております。チャンネル登録&コメントで応募完了です。ぜひこの秋冬もしっかり乗り切って自主トレにご活用ください。当選者の発表は11月1日の動画で発表いたします。そして自分らが監修している GS シリーズのグッズも販売されております。グローブ、スパイク、T シャツなど動画の概要欄から購入できますので、ぜひチェックしてみてください。夏に合わせた T シャツも販売されてますので、ぜひよろしくお願いします。詳細はモンタナスポーツさんのホームページからチェックしてみてください。オーリオショー。